土屋義輝は、日本の官僚、政治家。自治事務次官、鹿児島県知事を歴任。鹿児島県肝付郡釧路町出身。鹿児島県立、第二中学、第七高等学校増資官を経て、1949年3月、東京帝国大学法学部政治学科を卒業。同年4月総理長に入庁。1952年大分県社会課長。 1956年経済企画長を勤務。1958年より地方自治庁へ転じる。自治省行政局選挙部長、国土庁地方振興局長、自治省税務局長、同省財政局長などを経て、1982年7月自治事務次官に就任。自治官僚には珍しく行財政両面を経験した。その後、 1989年の県知事選挙に出馬。当時、金丸三郎、鎌田金目に続き、鹿児島県出身とはいえ、三代続けて、自治事務次官からのいわゆる、落下参候補となったが、選挙においては大象知時に就任した。1996年まで2期にわたり、鹿児島県知事を務めた。しかし、在任中に8.6水害が発生。 愛良ラ溝部町にある鹿児島空港から鹿児島市内の鹿児島県庁に向かっており国道10号線流が水付近を公用車で移動中に土石流で前後を寸断されたの通行車両や JR 乗客と共に孤立し災害対策本部に対して船による救助を車載電話で指示し孤立者の救助の後に鹿児島県の漁業取締船で鹿児島県庁に向かった この時、鹿児島市中心を流れている光月川が氾濫にし、五石橋のうち、新城橋、竹行橋が流出する事態となった。国の激突事業により河川改修を決定した際に、流出を免れた玉井橋、西田橋、高麗橋を現地保存を希望する市民団体のハンガーストライキが起こり、その後三国橋は移設保存することを決定した。 翌年の1996年1月に、県議会開会日の県庁知事室で病気に倒れ、同年6月26日に辞職した。5月15日以降は、知事職務代理者を置き、7月6日までは副知事であった、須賀達郎がこれを務めた。在任中には不帯工事を合わせ、総事業費647億円となる、鹿児島県庁舎が建てられている。これは、 県内で最も高い建築物であり、完成した庁舎の中では、東京都庁舎に次ぐ予算が費やされた。なお、辞任後、完成談合疑惑が持ち上がったが東京に転居し2004年11月2日、肺炎のため逝去去年79歳。信生せよ受局曲重光明ありがとうございます。